覚悟を決めましょう。青山周平、永井大輔、佐藤麗、中村恭介、木村武史、佐藤孝也、小林瑞希、鈴木圭一郎、以上に8選手による優勝戦12レースです。大前磁石次期ナンバーワンであります青山周平、やはり一番人気。注目はスタート争い。スポーツ杯 G1 開設スタートまで10秒前です。優勝戦の発走でございます。スタートまでのカウントダウン5秒を切りました。3秒前 G1 開設記念グランプリ優勝戦スタートしました。インコースからやはり青山が1コーナー選手するのか。木村もいいスタートを切っている。さあ木村の渾身のまくり、これが決まった。青山滑ってしまった。2番手に上がったのは佐藤孝也、さらには鈴木圭一郎が来ております。かなり序盤から入り乱れております。青山周平は4番手から、さらには4番中村恭介と佐藤麗が並びながら、レースはこれから2周回目。まだまだ一山も二山もありそうな優勝戦であります。鈴木圭一郎をさばいたのは青山周平、3番手に上がった。先頭は木村、2番手には佐藤孝也、浜松勢がレースをリードしている。さらには一発で鈴木圭一郎をさばいてくるのは佐藤麗であります。残りは6周回、5番の木村がレースをリードしています。青山が3番手から策はあるのか、先に先頭に上がるか佐藤孝也。しかしここは5番の木村が待ったをかけています。5番の木村が先頭だ。佐藤孝也、さらには青山周平が続いておりますが、さあここで内側から佐藤孝也が先頭に上がる。佐藤孝也が先頭に上がる。ここで先頭に上がって1番青山周平のお株を奪うような、そんな翻弄するようなライディングを見せるのか。3番手に青山、鈴木圭一郎現在5番手、その前には佐藤麗が立ちはだかっている。残りは4周回であります。スピードに勝る技がある。佐藤孝也が先頭だ。2番手には木村武史、青山周平も現在3番手から突破口を見出せるかどうか。4番手佐藤麗、5番手には鈴木一郎の並び、レーサー昇降状態でありますが、佐藤麗現在4番手、その前から1番の青山が、さあ木村の内をさばいてまいりました。青山は2番手に上がっています。先頭は6番の佐藤孝也、先頭は6番の佐藤孝也、インコースを開けません。さらには青山のインコースに突っ込んでくる佐藤麗であります。場内は大歓声だ。残りは2周回終盤戦、青山がブロックしています。もう一度4番手に下がってしまいました佐藤麗。先頭は6番の佐藤孝也、インコースを開けません。まさに我が道を行くゴーイングマイウェイであります。佐藤孝也が先頭だ。1番の青山もいつもは翻弄する立場が、今日は完全に術中にはまってしまっている。残り1周ブルーブラック、佐藤孝也がさあゴールまでたどり着けるかどうか。青山2番手の位置、佐藤孝也が先頭だ。2番手1番の青山、内側切り込んで佐藤麗、うわ危ない危ない。最後は青山が寸分の狂いもない差しを見せまして、最後に青山が差した。針の穴に糸を通すように、これぞ次期ナンバーワン青山のライディング。最後に佐藤孝也のわずかの隙を逃しませんでした。5番人気3連勝短式、1番6番3番、5600円、20番人気3連勝複式、1番3番6番の組み合わせ。注目の結果は、改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや皆さんすごいレース見せてもらいましたね。青山選手、今のお気持ちを聞かせください。1周目ちょっと、スタート行かれてしまって、ちょっと大きく回ってしまったんで、ちょっとどうなのかなってゴール後思ったんですけど、すごいレースでした。はい。今回ですね、通算99回目、そして G1 は25回目の優勝となりましたけれども、この成績いかがでしょうか。いやもう最高の成績です。まず試走が 3.26 でしたが、手応えありましたか。そうですね、昨日から、セッティングを扱ったんですけど、まあ、1号車ってこともあって、まあ、正直感触は良かったんですけど、なんか分からないまま、待ってました。
そしてスタート切れたんじゃないですか。まあそうですね、それなりに自分なりには切れたんですけど、武さんがものすごいスタートで、はい、圧倒されちゃいました。はい、そのスタート、まあ、木村選手そして佐藤孝也選手が来て、はい、スタート後4番手につけてレース始まりましたけれども、その時序盤の方はどのようなお気持ちだったんですかね。まあ、1周目の12コーナーで、フロントが滑ってしまって、ポジションを落としてしまったんで、まあ、少し冷静に帰って、まあ、レースができました。その後木村選手をさばいて佐藤玲選手もすごく狙っていたんですけれども、あの辺はいかがでしたか。そうですね、後ろの気配も感じながら、前を攻めないといけないなという思いで走ってました。そしてその後ですね、あの2番手につけまして佐藤孝也選手をずっと狙っているような状況だったんですけれども、どのようなお気持ちだったんでしょうか。そうですね、なんとか前に行ける、隙はないかと思いながら、まあ、後ろからも来てますし、すごく難しい、はい、状況でした。そして最後の1周、皆さんすごかったですね、あれ。はい、すごい狭いところ入っていきましたけれども、あの時はどのような心境でした。自分でもなんか唖然としちゃってるんですけどまあそこをいけるのかなってちょっと思いながら、まあ、無我夢中に走りました。はい、そのままゴールとなりましたけれども、ゴールした瞬間のお気持ちをお聞かせください。1周目の1コーナー12コーナーが、滑らしてしまったんで、まあ、まずそこが、迷惑かけてしまったことに、反省しつつ、まあ、審議になるのかなと思いながら、まあ、優勝ということで、まあ、反省しつつも、嬉しいです。はい、ただウィニングランは多くの方に祝福されて嬉しかったんじゃないでしょうか。そうですね、もっともっとあの声援に応えたかったんですけど、まだ、ちょっと半信半疑な部分もあり、まあ喜び半分だったんですけど、すごく、声援を送ってくれて嬉しかったです。そしてこちらのイベントホールにも本当にたくさんの方集まってくださっています。最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、今節、なかなか思うようにいかなかったんですけど、最後にすごくいい状態で、こんな結果になると思ってなかったんですけど、皆さんの声援と、周りの方のサポートでここに来れたので、また次も、気持ちを入れ替えて頑張りたいと思います。応援してください。見事優勝しました青山周平選手でした。おめでとうございます。